また、会話があります。太郎、花子。では、人と他の動物の共通点は何？ということで、共通点を探していきます。まず、出ているのは子孫を作るですね。子孫を作るが上がっていますね。そしてもう一個は眠る。かなりなんか身近なものが書いてますね。呼吸をする。これらはもう上がってますね。はい。で、これ以外に共通点、もうたくさんありすぎて、もう上げるのがめんどくさいぐらいですけども、まあできれば、もう身近なものがいいですね。で、意外とこういった普通のこと、上げにくいんですが、まあこれは上げてもらっていますね。さあ、回答例、ざっと見ていっていいと思うんですが、食物を食べる、動く、目で見る、見に行く、もう本当にもう当たり前のことがあります。死ぬ、病気になる、仲間と共同生活をする、声を出す、オス、メスがある、体温が一定ですね。さあ、このうち、まあ、どれを選んでいくか、いくつか、まあ、挙げてみたいものですね。もうここに結構いいやつが上がってるんで、この他で、なんとなくですね、挙げてみたいもの、まあ、哺乳類という観点で考えると、この体温が一定とかですね、動物の範疇がちょっとこれ、今一つ、どこまでが動物というのが、ちょっと定かではないんですけども、もしね、哺乳類とかですね、で考えるのであれば、あ、こうか。高温動物ですね。ということで見ます。子孫を作るが、もしこれが入るのであれば、哺乳類となって、赤ちゃんで生まれるとかなんてのも、書いて、まあ、いいとは思うんですが、まあ、これはいいでしょうかね。で、食物を食べる、動くですね。さあ、どれが他に何かね、あるんでしょうか。まあこれが本当にね、いいので、まあ病気になる、生きる、動く、住むとかですね、食物を食べるっていうのは、これもまあ、動物全般の、まあ、共通なところではありますね。動物と人間というよりも全部ですね、まあ、これも全部目に入っちゃうんですけど、みんながすることのうち、ああそうかっていうやつ、まあ病気なんてのも回答例にもありますが、この辺がいいのかなと。で、共同生活は、しないものもいますけどもね、まあ、するものもある。で、オス、メスがある。そうですね。これはまあ、植物もオス、メス、あるものもありますが、大まかにはオス、メスがあって、ここにつながっていきますね。まあ、これぐらいがいいんでしょうかね。まあ、他にもですね、なんか思いついたら、また講義中とか授業中にでもね、質問して、これどうだろう、いいんでしょうかねっていう、まあ、やり取りを、していって、いろんなものを出していっていいと思います。かなり自由にできます。また種類も多いと思うので、本当にもうつまんないものですね。だったら、体系的に足が4本とかですね、まあ、足とは言いますけども、手足で4本。うん、これもなんか人間が手と思うとちょっと若干しますもんね。まあ、呼吸があるので、そうですね。これぐらいでしょうか。またいろいろ、まあ、授業中にでも、話をしながら、こう、膨らめていこうと思います。